っしょ。やっぱりここのギリギリまではこれぐらいまではピッチャーを見てあげて、自分結構バットコントロールには自分で言うのはあれなんですけど自信があるんで、はい、スコアボードに H ランプが灯れば、はい、もう僕は100点だと思ってるんで、うん、インコースが苦手なら離れてしまえばいいんよと、アメージング TV です。本日はですね、なんとアメージングの熊本校にやってきておりまして、僕ちゃんと施設出来上がってからやってきたの初めてなんですよ。最初のまだ何もない状態の箱を僕が内覧しに来たぐらいで、そこからこうやってね綺麗にネットが張られて、なんかすごいモニターがついてラプソードが置かれててみたいな、もう本当に野球ができる施設になっているところを今回そうです、今のがね塾長のポセイドンこと正樹くんなんですけども、めちゃくちゃいい施設ですね。野球ラボみたいな、本当野球上手くなるための秘密基地みたいな感じの施設に仕上がっていて、素晴らしいなとすごく感じてるんですけど、そんなことはどうでもいいんです。今回はですね、なんと実は来年の1月にアメージングの11校目がオープンします。場所がですね、なんと神戸にできちゃうんです。今までですね、兵庫の方からもたくさんの方がですね大阪の方に通ってきてくださっていて、兵庫にも出してくれっていうお声をですねたくさんいただいておりました。ですがなかなか施設の方がですね見つからなかった兼ね合いもあって、今日まで出せてなかったんですが、なんと板宿駅前スタジアムさんというところの施設をお借りして、今回新しく神戸校をオープンさせていただく運びになりました。実はですね、そこの塾長をしていただく方がですね今まだ福岡に住んでらっしゃるということで、今日熊本まで来てくださってるんですよ。今までもですね、ミノルマンと関わりがあってアメージングのことを知ってくださってる方が今回また兵庫で塾長をやってくださるということで、早速お呼びしたいと思います。宮城さん、はい、どうぞお願いします。はい、はい、今ご紹介ありましたように宮城新道と申します。地元は京都なんですけれども、中学校の方から、大阪のオール枚方ボーイズで3年間野球をし、その後は東京の日大三高で、3年間野球をし、その後は神奈川県の日本体育大学日体大です、そこで4年間野球をして、その後今KMG ホールディングスという名前なんですけれども、九州三菱自動車という名前で、活動してたんですけれども、そこの社会人野球の方で4年間、プレーをさせていただきました。今回辞めてしまうんですか？そうですね、はい、4年間やらせていただいたんですけれども、はい、プレーヤーとしては一度終えようというふうに決めました。はい、で次は逆にこう、はい、子供たちを育成して、そうですね、自分が叶わなかったやっぱりプロ野球選手になりたかったという夢もあるんですけれども、はい、自分にはまだまだ足りなかったところもあるんで、はい、そういったところを、子どもたちに、はい、伝えて一人でも多くのスーパースターを埋めればなというふうに、そんな思いを持ってます。ありがとうございます。はい、実はですね一回動画出てもらったことあるんですよ。えミネルワンちゃんで。はい、あ、そうなんですか。去年日本選手権の取材をですね、はい、ホセイドさん、はい、ミネルワンチャンネルで取り上げをしたときに、KMG ホールディングスさんに行かせていただいて、はい、取材させていただいたんですよ。なので皆さん一度は見られたことがあると。バリバリ社会人で、そうですよね、キャプテンまで知ってるんで。キャプテンだったんですか？そうなんですよ。そうですね、枚方ボーイズの3年の時にもキャプテンやらせてもらって、はい、でちょうどそのタイミングでアンダー15の日本代表にも選ばれて、そこでもキャプテンやらせてもらって、はい、で日大三高の最終学年の時にもキャプテンやらせてもらって、日大三高でもキャプテンを、あ、そうです、で日体大ではちょっと副キャプテンを、やらせてもらって、で今 KMG ホールディングスでは去年からキャプテンやらせてもらったんで、2年間キャプテンをやらせていただきました。辞めちゃって大丈夫だったんですか？頼れる後輩たちが、あ、はい、チームメイトがいるんで、そこは心配ないかなと思います。あ、よかったです。はい、ちょっとなんか辞めていただいてアメージングってやったら怒られないかなと思って問題ないですか？大丈夫です。ありがとうございます。はい、本日はこのままぜひ宮城さんにバッティングについて、はい、本当強豪って言われるところばっかりを進まれていく中で、はい、全てこう結果を残し続けられて野球を継続されてきた宮城さんのバッティングの技術について、はい、ちょっと深掘りしてお聞きできたらなというふうに
思ってるんですけども、はい、いいですか。ぜひよろしくお願いします。話し出したら1時間2時間余裕で時間経っちゃうんですけど、それぐらい喋っていただいてもいいですか。あ、全然大丈夫です。大丈夫です。ちょっと待ってください。はい、重要なこと忘れてます。あ、すいません。やりますよ、この塾長やります、ね、はい。結構先じゃないですか。1月先です。それさすがにちょっとみんな待てないです。待ってもらえないですか。はい、じゃあ分かりました、はい、イベントしましょう。イベント開校前イベントということで、まあ、プレオープンイベントですね。板宿駅前スタジアムさんをお借りして、11月の5日と6日、この2日間で11時から18時20分の枠、18時20分から19時40分の枠、19時40分から21時の枠の3クールですね。で、各定員4名まで通常の野球塾と同じ流れでレッスンを行うっていうので、いかがですか。許しましょう。ありがとうございます。よかった。プレオープンイベントということなので、本来通常ですね、レッスン単価がですね、1時間7000円ということになってるんですが、今回はなんと3000円でやっちゃいます。3000円でやっちゃっていいんですか。全然僕は全力でやらせていただきます。本当ですか。はい、こんなに優秀な方が来てくださるのに3000円ですよ。本当にいいんですか。まあ僕は全力で運営させていただくので。ありがとうございます。ということですので、この概要欄の方にですね、申し込みの URL の方を記載させていただいておりますので、本当に定員が2日合わせて24名ということになっているので、ちょっとでも迷われている方はなるべくお早めにこちらのプレオープンの方ぜひご参加いただければなと思っております。で、さらにそのプレオープンから入会していただいた方、はい、ショートショート僕からしばらくプレイします。会社からじゃないですか。はい、僕からすごい太っ腹ですね。いいんですか。いいですよ。結構長くいっちゃいますよ。大丈夫ですか。大丈夫です。ありがたいです。なんでそこから入会された方は、はい、まあ、例えばプレゼントされると、弊社のエイムクラシコがプレゼントされるんですか。それであの練習もしてもらえるので、野球塾でエイムクラシコ持ってるだけでめちゃくちゃ練習の質が上がってくるので、やっぱり金属バットでカンカン打つよりも本当振り抜けやすい竹バットの形状で、あれで練習するの一番おすすめしているので、ぜひですね、こちらのプレオープンからお越しいただくっていうのが一番お得になってますんで、ぜひ皆さん急いでご応募ください。で、まあその教えてもらえる宮城君、どういうバッティングしてるの？気になりますよね。そんなに宮城さん大きいバッターじゃないですか。168センチですね。で、KMG で今2番バッターです。ですよね。アメリカ人が結構やっぱそんなに大きくない方が多いんで、やっぱりそういった方にはバッティング技術とか結構深掘りしてる体格に頼らないので、なんでそのあたりちょっと聞いてみたいなと思います。かしこまりました。よろしくお願いします。お願いします。早速、はい、ティーバッティングから入っていきたいなと思うんですけど、はい、普段ティーバッティングっていうのは、はい、オキティなんですか。それともフロントティーとか斜めティーとかいろいろ多分あると思うんですけど、はい、どういう種類の。個人的にはやっぱり斜めからのティーをすることが多いんですけど、はい、まあ、その理由としてはもちろんあの、はい、フロントティーができる、まあ、ネットであったり環境があればフロントティーっていうのが一番いいとは思うんですけど、はい、まあ、僕自身ピッチャーの実際のゲームでは動いてる球に対してやっぱり自分が打ちに行くっていうところで、練習から常にやっぱり動いてる相手がこう下から投げてくるっていうのに対してもやっぱタイミングを合わせていって、はい、で動いてる球に対してどういうコンタクトをしていくかっていうところが僕は一番大事にしたいっていうのをティーバッティングで思ってるので、もちろんオキティの良さっていうのもあるんですけど、はい、それ以上に自分に合ってるのは斜めティーかなっていうところで普段は斜めティーをやってます。ちょっと斜めティーの方何球か打っていただいてもいいですか。はい、気になる。さすがですね。やっぱ元気ですもんね。めちゃめちゃ振れますね。そうです、まだ元気ですもんね。やっぱり違いますね。びっくりしました僕。そうだ、現役だ。まだやめてないですから。斜めティーってどういうことを意識して振りに行かれてるんですか。一番は斜めから来るので、はい、まあ、良くないところとしてはこっちから来るのでだん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 こう体がもう入ってしまうんで、はい、まあ、これはもう小学生でも大人でも変わらないと思うんですけど、はい、一度打つ前にやっぱりゲームでは前を見てピッチャーをイメージして、はいはい、僕自身はもう足を上げて降りていくぐらいまではやっぱりピッチャーを見て、最後に斜めから来るので目線だけこっちにやってあげて、そこから振ってあげるっていうのを僕は意識してます。そうですね、はい、こっち見ながらこうやって入っていくわけじゃないんですね。ではないですね。ピッチャー見てるんですか。はい、ピッチャーをやっぱりここのギリギリまではこれぐらいまではピッチャーを見てあげて、最後にこっちから来るんです。
振ってあげるっていう。タイミングとのめっちゃ難しくないですか？周辺視野で見てるんですか？そうです、わーっと、はい、試合でも僕基本的に入り込んでしまうとやっぱり力が入ってしまったりするんで、打席では何も考えないっていうのがベストだと思うんですけど、そのためにもこうぼやっと見てあげるっていう、はい、ピッチャーもぼやっと見てる感じですか？そうですね、まあ、リリースに集中するとかっていう人もいるんですけど、はい、それはまあ人それぞれの感覚があるんで、はい、僕はここまで20年間野球やってきたんですけど、はい、だって集中しすぎるよりもぼやっとこう周辺的に見てあげることによって力も抜けて、いいタイミングで入っていけるかなっていうのがあります。斜めティに対してやっぱ体が入りやすいっていう話されてたと思うんですけど、はい、この入る入らないっていうところの基準のラインってどの辺までいったら入ってるんですか？僕の中でここまで入ったら入ってしまってるよっていう基準は正直ないんですけど、はい、どうしても入ってしまうと横振りでこの入った方っていうのを次開くという動作に入ってしまうんで、はい、本来は前から来るボールに対して全力の力を伝えてあげたいのに、入ってしまったものを次開くという動作での力の伝え方になってしまうので、それは前から来るボールに対しての力の伝え方とはまた違う力の伝え方になるんで、はい、ティーで斜めからしてもらった上でのフロントティーっていうのもやって、じゃあ実際にティーでやってる形で前から来るボールでも力が伝わってるかなっていうので確認できるっていう部分が、そこがまあ入ってるかどうかっていう基準になるのかなっていうふうに思います。ご自身の中での基準値として、はい、バッティングで一番ここ意識してるよっていうところって何かあるんですか？はい、スイングのこことかっていうのは正直僕はそこよりもまずは素振りですね。もちろん素振りっていうのは自分一人でやるのでベストスイングができるっていうのは当然なんですけど、その上で次斜めから投げてもらう、で前から投げてもらう、バッティング練習で投げてくれる上投げのボールがあって、で最後にマウンドから投げてくるピッチャーのボールっていうふうに段階があると思うんで、どうしてもそこの段階を崩してしまうと、例えば素振りでこのスイングができてるけど、いきなりじゃあそのスイングをするためにマウンドからのピッチャーのボールを打てるかっていったら、タイミングの取り方の練習とかもしてないんで、段階を踏むっていう、ちゃんと一個一個ステップ踏んでいきながら、はい、最後ピッチャーに合わせていくよっていう、っていうのが大事かなっていうふうに思います。自分でイメージしてるスイングと実際のスイングって、はい、多少なりともギャップが出てくるのかなっていうのは思うんですけど、はい、ご自身の中でそのギャップを埋めるための感覚の何かこう意識だったりとかってあったりするんですか？個人的にはまあレベルが高くなっていくにつれて、やっぱりあの自分の打ってる試合での映像の振り返りとかもしてたんですけど、やっぱり素振りのスイングの映像を見て、ティーバッティングの映像を見て、練習でのバッティングピッチャーが投げてくれる映像を見て、それ通りにいかないのが実践なんで。そうですよね。ただ僕の個人的な考えはヒット、まあそれがホームランであったり、スコアボードに H ランプが灯れば、もう僕は100点だと思ってるんで、なのでまあ自分のそのベストスイングじゃなくてもヒットになるっていうことは、もうそれは100点で OK っていうので、まあ自分の思うようなスイングができてない中でも結果が残れば、もう自分は今やってることは間違ってないんだっていうふうに、そこでギャップを埋めるようにしてました。はい、大きな大会だからとか、練習試合はまた別とか、オープン戦はまた別とか、そういうのは特になく。そうですね、練習試合であろうが、公式戦であろうが、やっぱりヒットを打つ、まあ、ホームランを打つ、ツーベース、スリーベース、全部そうなんですけど、まあ、バッティング面では一番の醍醐味だと思うんで、その中でも大事にしたいのは、やっぱ凡打の内容かなって思うんで、どっちかというと、打った時よりもダメだった時、なんでダメだったのかっていうのを振り返るようにしてます。例えばなんですけど、子供になった時に、子供でもやっぱり一緒ですか？そうですね、僕は小学校の頃は、学校が終わったら公園でよく野球をしてたので、あの柔らかいボールで本当野球をするっていうような時代だったんで、例えばこっちに打ち込んじゃダメな家があるから、あっちにしか打てないとか、誰かに言われてこうするとかじゃなくて、自分でこうやって打とうとか、いろんなことを考えてやってたんで、小学生が例えば試合でその通り打てましたとか、ってなればもうそれはもう成長の一つだと思うんで、もうそれはもう小学生だろうが中学生だろうが社会人野球だろうが同じことを言えるのかなって思います。1月からお子様のレッスンを開始していく中で、バッティングにおいて一番最初に絶対伝えるべきことがこれだなっていうものって何かあったりしますか？多分皆さん言われることだと思うんですけれども、一本たりともやっぱり手を抜かずにバットを振ってほしいなっていう風には僕は伝えたいなっていう風には。その80分のレッスンの中もそうだし、そうですね、家での練習もそうですし、そうですね、やっぱり手を抜いた4割5割の力で300本バット振るよりも、しっかり10割の力で100本バット振った方が絶対成長するっていう、ただそれを
実感してもらえるっていうのは試合での結果に出るかどうかだと思うんで、はい、試合で結果を出してもらうために僕が成長をサポートできればなっていうふうに思ってます。目線が最後までいきますね。よっしゃ、強いっすね。どこで力入れてる感覚なんですか？正直力は入ってしまうもんなんで、勝手に、はい、力をずっと入れないっていうのが僕の野球人の永遠の課題っていうのを言われたこともあるんで、そうなんですね、力まないっていうのが野球人にとっての永遠の課題、はい、もうそれはピッチャーもバッターも一緒って言われたんで、はい、ここで、まあ、声も僕ガッてこう出るタイプなんで、はい、力は入ってしまってるんですけど、ここで入れるとかっていうのは考えずに勝手に入ってくるっていう、まあ、強いて言うならここよりもここですね。あ、インパクトではなくて。そうですね、はい、わー一緒ですね。ミノルマンも同じこと言うんですよ。これ僕大学4年生の時に、はい、ミノルマンさんに枚方、はい、ボーイズのグラウンドでたまたま会って、はい、あ、そうなんですか。そうなんです。その時バッティング教えてくださいっていうことを大学4年生の時にお願いした時に、はいはい、どうしても僕はここで強くってその時は思ってたんですけど、はい、ここで強く、まあ、120ぐらいを出すには、はい、ここを一番強く持っていかないとここで出ないよって言われたのがきっかけで、大学時代正直あんまり思うような成績残せなかったんですけど、はい、それを大なんか理解してから自分の思うようなバッティングができるようになりました。嬉しいですね。うちのミノルマンの指導の結果で良くなったっていうのはすごい嬉しいですね。後ろを大きく使うっていう考え方、またそれとは違うんですか？僕は元々体とバット、腕が離れてしまう癖があるんで、大きくっていうふうに考えるとバットが外回りしてしまうので、体の力をボールに伝える、全部伝えるためにはやっぱりこうよりもある程度多少はこういった方が伝わるんで、ボールに対して力を伝える最大限伝える中での最短距離っていうのを心がけてやってます。結構縦振りっていうのは横振りみたいなイメージ？そうですね、いろんな、まあ、YouTube とか今上がったりしてるのを僕もいろんなの見るんですけど、いろんな人がいていろんな打ち方をやっぱ言うので、こっからこの最短距離では絶対打てないっていうのは僕は思ってるんで、そのためにはバットを大きく回してきた方がいいっていう感覚の人もいれば、大きく回すと僕みたいにあまりにも遠回りしすぎてしまうっていう感覚の人もいるんで、そこはその人なりに合った気持ちの持ちよう、感覚の持ちようっていうのがあると思うんで、ただ絶対にこの最短距離でないっていうことは言えるかなって思います。最近縦振りあるじゃないですか。はい、あれどう思います？メジャーリーグの選手にすごい多いなっていうのがあるんですけど、やっぱり僕も元プロ野球選手の今 KMG にもコーチがおられたり、そういう会話するんですけど、ああいう人たちっていうのはこういうヘッドがまず入って、これをひっくり返してくるパワーと手首リストの強さであったり腕力握力の強さがあるからできることであって、あれと全く同じスイングを能力がまだ備わってない子たちにやらそうとするとどうしてもできない。ただそれに向かっていくにつれてのまあ段階を踏むっていうので、いろんな練習方法があると思うんで、やっぱり ああいう打ち方でもメジャーリーグで結果を残されてる方っていっぱいもいるんで、日本のプロ野球でもおられるんで、それは間違ってないのかなっていうふうには思います。ホームランとヒットか？ヒットですね。今シーズンレギュラースタメン陣9人いて、練習試合も合わせてみんなホームラン打ってるんですけど、ゼロ本が僕だけで、はい、その分打率でちょっとカバーするようにはしてたんですけど、まあ、通算ではホームランは数本は打ってるんですけど、この層を狙ってもないんですか、あんまり？そうですね、2番になってからは狙わなくなりましたね。1年目2年目あたりは1番3番だったんですけど、はい、やっぱそれ以上にいい選手が入ってきてくれて2番を打つことになってからはあまり狙わなくなりました。打率はどれぐらいですか？ KMG 通算打率。公式戦は前回都市対抗出たんですけど、都市対抗予選は5割でしたね。5割打ったんですか？そうですね。すごいですね。メガネパワーボールですか？2番になってからフォアボール増えましたね。1番3番の時は初球からもう甘いボールは振っていくっていう認識だったんですけど、はい、2番になってからやっぱり1番バッターが思い切っていって、3番バッター4番バッターにいいバッターがいるんで、はい、多少ないでも自分が犠牲になるっていう思いで、まあ2ボールから普段だったら打ちに行ってたところをここは打たないって1球決めてっていう風なことを繰り返していると、自然とやっぱり追い込まれてからのバッティングっていうのもいい傾向にあったかなと思います。
社会人までやる中で、はい、こう自分の道というか、はい、こう今そのチームの中で自分のこう活躍できる道みたいなのをこう模索していくっていうところってすごく大事になってくるのかな、はい、チームが強ければ強かったり目指すところが高ければ高いほど、はい、そういう傾向にあるのかなと思うんですけど、はい、小学校の1番、はい、2番とかの打順におけるバッティングスタイルって、はい、あった方がいいと思いますか？僕はなくていいかなって思ってます。もうフルスイングで、はい、1番は練習ではボールを遠くに飛ばす、はい、そこでチーム内で競っていいのかなっていうふうに思うんで、はい、やっぱり一番目に見えるものなので、はい、誰々より飛んだとか、はい、チームで一番飛ぶのは自分だとかっていう、はい、そういうのでやっぱり自信にもなると思うん で、はいはい、でそういうことをしてたらチームでも1番3番4番かといってその小学生の2番バッターがじゃあ短く持って当てに行くようなバッティングをしなきゃいけないかってはそうではなくて、そういうのってやっぱりレベルが上がっていったら勝手にするもんだと思うんで、はい、僕も小学校5年生の時は2番打ってたんで、でもその時常にホームランを狙ってたんで親父が監督少年野球してたんで、はいはい、ホームランを打てる2番バッターになれって言われてたんで、その時は何言ってるんかなと思いながらホームラン狙ってたんですけど、あ、そうは今になってはい、その意味が分かるなっていうのはあります。今社会人で2番になってから、はい、こう2ストライクバッティングっていうのを意識するようになったとおっしゃってたんですけど、はい、どんな練習を普段からされるようになったんですか？2ストライク追い込まれてからもそうなんですけど、はい、ノーカウントでもそうなんですけど、はい、自分結構バットコントロールには自分で言うのはあれなんですけど自信があるんで、はい、中学校の野球ノートに梶谷監督に、はい、お前のバットはバットコントロールはイチロー並みだって書かれたことがあって、なんかそれからバットコントロールいいのかなってちょっと自信ついたんでなんでまあ追い込まれてからもバットには当てれるかなっていう、まあ、ヒットにするっていうのは難しいんですけど、まあ、バットには当てれるかなっていうので、ただその中でも三振っていうのはしてしまうんで、はいはい、三振を怖がらずに、はい、2ストライクになった時こそ自信を持って自分の持ち味が出せる場面が来たんだっていうぐらいの自信を持って、極端にバットを短く持ってとか構えを小さくしてとかっていうよりはこうメンタル面で自分の持ち味出せる魅力が出せる場面が来たんだぐらいに思って打席に立つっていうのが僕は大事かなと思いますね、はい、フロントティーとかっていうのもされたりしますか？しますね。フロントティーとかもやっていただくことは可能ですか？はい、大丈夫です。お願いします。はい、よいしょ。結構タイミングの取り始め結構早いですね。早いですね。もう早ければ早いほど早く取りたいっていうのはあります。いいって感じですか？でゆっくり降りていくようなイメージですか？ゆったりですね。僕はイメージはゆっくりっていうよりは、はいはい、ゆったりですね。どう違うんですか？ゆっくりってなると、はい、降り始めるタイミングを遅くって思っちゃう僕の認識があって、はい、ゆっくりなんで早めに上げてなんかゆっくり行くってなるといつ行っていいかわからなくて、いやゆっくりみたいな感じになるんですけど、はいはい、なんか言葉にするの難しいんですけど、はい、ゆったりってなると早めに上げて行くのも早めなんですけど、そこでゆったりって考えるとこのゆったりのこの間の時間が僕はできるんで、いろいろそれもゆっくり行くのとゆったり行くでいろいろ試したんですけど、はい、僕はゆっくりじゃなくて早めに取って早めに勝負仕掛けるんですけど、ゆったりこう行きたいなっていう、はい、独自の感覚ですよね。そうですね。僕結構いろいろ持ってるんで言葉にするのちょっと難しいんですけど。いやいやいや、はい、しっしっ。こういうフロントティーとかの時っていうのはどこに向かって打つ意識なんですか？はい、基本的にはこの今やってるならこの間ですね、センターの奥のこのサイドのネットには絶対当てたくないっていうのがあるんで。それってなんでなんですか？やっぱりこの距離下から投げてもらうボールに対しては打ちたいっていうところに打つぐらいのレベルじゃないとやっぱり自然とバットコントロールっていうのも上がってこないと思うので、多少インコースアウトコースあると思うんですけど、そのインコース来た時にもちょっとバットを内から出してあえてこういう、これがヒットになるかどうかわからないんですけど、実際にまあヒットかどうかっていうような打球を知るのは外でのバッティング練習でいいかなと思うんで、こういう室内の決められた空間でやるときっていうのは自分に制限をかけて狙ったところに打ち返すっていうことにも特化するための今はやってるんだっていう、そういう徹底するっていうのも大事かなと思います。構えて入っていくときに踏まないですか？試合では踏まないんですけど、はい、練習ではやっぱ僕足を結構スッと上げるんで、はい、そっからゆったりこう行きたいんで、はい、こっちの足にまず
体重を貯めるよっていう合図でもう行くよっていう、あ、そこの言い聞かせですね。ただ単にパッて足上げるよりも、はい、何か反動をつけてあげた方がこっちの足に絶対意識が行くんで、はい、行くよっていう、あ、そのこっちに今から貯めるよっていう合図を送って、そこからはもうこっちの足は考えないんですけど。これは練習だけなんですか？そうですね、もうこういう下から投げてもらう時だけですね、はい、マシンとかはもう、まあ、もうマシンもなってるのかもしれないんですけど、あ、もう無意識、無意識でこうなるぐらいには今なってます。最初は意識はされてたんですか？そうですね、どうしてもこっちに貯めるっていうのはあるんですけど、はい、なんか溜まりにが悪いなっていうのがあったんで、じゃあどうしてあげたらこっちに溜まるのかなとかいろいろ考えた時に、こっちつまんでからこう足上げるとか、ここに意識が行くんで痛いところにとかやったんですけど、はい、違うなと思って。痛みつけたんですか？痛みつけてこことかにガッてつまんでからこうやっておけば痛いところに人ってこう神経が行くらしいんで、ね、でもなんか違うなっていうので、あの読売ジャイアンツの高橋由伸選手がこういう足の上げ方するんで、はいはい、ちょっと真似してみたらスポッてハマるやんみたいなのがあったんで、まあ、これやっちゃおうかなと思って。これそういう意味があったんですか？そうですね、はい、試合の打席で、はい、まあ、もちろんそのシチュエーションにもよりけりだと思うんですけど、はい、まあ、例えばじゃあ一番バッターボンに対してバッターはなしっていう状態で打席に入った時にどういう意識の持ち方だったりとか考え方で打席に入られてるんですか？はい、もうランナーがいない時は基本的には自分のヒットコースっていうのはセンターよりも逆方向ですね。こっち側なんですか？が本当社会人野球でも打ってきたヒットの7割ぐらいがセンターから逆方向のヒットが多かったんで。そうなんですね、はい。ただそれはもともと真ん中より外寄りのボールが得意っていうのが正直あったんで、はい、逆を言えば真ん中から内寄りのボールが苦手っていうのもあったんですけど、はいはいはい、大学生まではこれがバッターボックスとしたら、はい、もう本当これぐらい打席に近づいてビタビタに立ってたんですけど、はい、ちょうど社会人野球1年目の時にインコースが苦手なら離れてしまえばいいんよと。で外が得意なら離れてしまってこの真ん中から外寄りを、はい、アウトコースの離れればアウトコースになってそこは打てるんだから、はいはい、そこはもうそのまま打っちゃえよ、はい、自分が今まで苦手だと思ってたインコースはボール球になるぞと。ちょっとそれがこっちやったらまあ頑張って宇宙間にガーンと飛んでくれればいいなっていうぐらいの気持ちで、はい、ベース板全部は打てないんやぞっていうふうに言われたんでそこからは離れて、なんでまあこれぐらいですね、結構離れて立つようになりました。ミノルマンも同じこと言ってましたよね。ミノルマンはベースをもう半分こっちに付け足してる感覚らしいんですよ、なんか練習の時に、はい、90度じゃないですか、はい、45度にしてバッティング練習してるって。ああでも僕もそうですね、なんでこっちにホームランよりもショートの頭にショートライナーの方が安心じゃないですけど、自分はその日すっきりしたバッティング練習いい形だなっていう、ラスト1本いきますでバカーンってホームラン打つよりも最後、はい、それこそショートライナーじゃなくてショートゴロでも終わってしまえば、あ、今日はいいバッティング練習で終えたっていう気持ちになります。そうなんですかね、上のレベルでされてる方でも自分なりの正解がやっぱちゃんとあるんですよ。そうですね、そういう正解、これが正解だと思って取り組めてる選手っていうのはやっぱ試合公式戦大舞台でもある程度結果は残せるんですけど、はい、行き当たりばったりで練習にも取り組んで試合にも臨んでる選手っていうのはコンスタントには結果は出せないかなっていうふうに思います。あ、そうなんですね、はい。ここまでがストライクだと思うんですけど、はい、かすってればストライクだと思うんですけど、もうこれは諦めてます。諦めてるって聞こえるかもしれないんですけど、はい、もうこれはもう仕方ない、大げさな話もこれも諦めてます。あ、そうなんですか。うちには行くんですけど、はい、これも諦めてます。ジャイアンツの本木大輔さんが、はいはいはい、3球アウトローに決められたら打てませんっていう言葉があるんですけど、はい、ジャイアンツファンなんで僕が。あ、そうなんですか。確かになると思って、ただアウトローっていうのは間違ってないなと思うんですよ。このコースでもベルト付近だと追い込まれてからやっぱバットには当てれるんで、ファールで逃げれるんで、浅いカウントから打ちに行くべきじゃないなっていうので、それこそ大学野球の時とかもうここにピッチャーを狙ってくるからここを打ちに行かないとって思ってたんですけど、なんか社会人野球入ってからピッチャーも人間やし、ここにも投げてくるし、ここ狙ってもここに投げてくるし、ここにも投げてくるっていうので、その球をしっかり弾き返す準備練習をする方が大事なんじゃないかなっていうので、そこに取り組んだ結果率がぐんと上がったんで、結局やっぱり人間なんで1打席に、まあ、社会人野球でも1球2球は、まあ、いいピッチャーだと1試合の4打席ある中での1球とかになってくるんですけど、はい、社会人野球のレベルでもやっぱり1打席に1球2球はこういう甘い球があるんで、そこをしっかり打つっていう。後ろはですね、これもちょっと僕変わってて、皆さんもう今こういう、それこそプロ野球選手でもこういう足がギリギリの人が多いんですけど、ギリギリ踏んでるかどうかみたいな方いますもんね、はい、僕もここなんですよね、このベースの目の前に、はい、立ちたいっていうのがあって、もうそれは
なんでかって言われたら、構えた時にベースが自分の前にあるっていうのが気持ち悪くて、みんなやっぱ球が145キロ、150キロになってきたら長くボールを見たいっていう人が多いんでここに立つんですけど、自分はもう速くなれば速くなるほど、じゃあこのベースより前で打たない、前飛ばへんっていう認識があるんで、そういうのもここに立っちゃって、さっき言ったタイミング取るの早くして、自分が行くの勝負仕掛けるのも早くして、もうここのベースより前で決着をつけるっていう、僕はもうそれに、大学の時はここに立ってたんですけど。あ、大学はそうだったんですね、はい、社会人になってからもうこっちで割り切った方がいいなって。実際そっちの方が率も上がってるっていう感じですか。でもちろんキレのある変化球、低め、はい、ストライクからボールになる完璧のベストボールっていうのに三振もあるんですけど、はい、意外とこうフッと浮いたフォークとかもフッと落ちる前にここでバーンと打ててしまうので、あ、打てないボールもあるけど打てるボールも増えるっていうので、どうせここで自分のなんか気持ち悪いままやるぐらいだったら、ここで自分こうなんやって思ったところで打った方がいいっていうので、もうここに立ってます。結構ね、本当後ろに立ってる方の方が多いイメージですよね、はい、じゃないと多分社会人でやっていけないんですよね、きっとね。そうですね、やっぱ身長も170センチないっていうのは、いや、それもすごいですよね。ハンデじゃないんですけど、やっぱ周り見ると大きい選手が多いんで、そういう人たちと真似て同じことするっていうのも大事だと思うんですけど、はい、そういうこと、人たちと違ったことをして、それを身につけた時に逆に大きい人には真似できないものを得れるっていう、ちょっと違う路線で攻めろっていうのが僕の野球人生は多かったです。はい、ストレート待ちで、はい、基本ストレートのタイミングに合わせてます。ただストレートを待つってなると、ストレートじゃないボールが来た時に体が反応できないんで、これはベンチネクストバッターズサークルの時からストレートのタイミングでピッチャーのモーションに合わせて、こういう常にベンチでも合わすんですけど、打席に入った時はそのタイミングで打ちに行ってるだけで、あとはもう無になってます。そのタイミングで打ちに行った結果、ポンっていう変化球が来た時に体が勝手に打つ準備ができてるんで、はい、バーンと打った後に、あ、変化球だったなみたいな、あとでですね、あ、変化球だバーンよりも打っで、オーバーランして、ランナーコーチャーが何打ったって言われたら、あ、でもスライダーとかっていう、そういう振り返りが僕は多いですね。あ、そうなんですね、はい、逆にダメな時は、はい、カブやっていうこの力みが入ったりするんで、はい、そういう時は絶対アウトになってるんで、打った時こそ、はい、打った時の感覚、どういうボールを打ったとかっていうのは覚えてないんで、うん、さっき言った映像を振り返るっていうところにつながります。1番バッターの時はありました。もう2アウトランナーなし、2ボール4点差5点差で勝ってる時とかは、もうここちょっと1本ホームラン打って自分ちょっとカバー上げたいなとかっていう時はガーンっていって、でその時はもう中途半端に行かずにもう空振りするぐらいで、やっぱりただそういうことした時の打席って結果全然ついてこないんで、変な力入った後のスイングっていうのはやっぱ崩れてるんで、そういうのはせずに、やっぱりいつもやってることをいかにこの打席でやるかっていうのが大事なのかなって思います。結構多分いろんな打ち方を試されます。あ、もうめっちゃ試しましたね、構えとかも。なんで今の打ち方は去年4年間在籍したんですけど、去年から今の打ち方になったんで、ヘッドを寝かしてるこういう、それまではもうこういう立ててたんですか。立ててですね、はい、立ててヘッドはこう高くここでトップを作ってたのを、去年からここでここの方がしっくりきたんで。それは2番になったとか関係なくですか。ではなくてですね、はい、やっぱり毎年シーズンオフ寒い時期にいろんな打ち方をこう試しながらやるんですけど、はい、こうしたいからこうとかじゃなくて、これどうなんやろうとか、これどうなんやろうで、いろいろもう打ってる中で試していって、打球音がパチン良かったりしたら、今のいいな、もう一球やってみようっていう、もうそれは試していく中で見つけていくみたいな。それは昨シーズンの結果が良くてもですか。良くても基本的に大きなベースは変えないんですけど、はい、タイミングを取ろうとしてたところをちょっと変えてみたり、基本のベースの打ち方は変えなくても細かいところを変えたりっていうのはします。全然こう怖さとかないんですか。あります。 あるんですか。ありますやっぱり春先シーズン始まってくるときにまだしっくりきてなかったら、はい、今年やばいんちゃうかなとか思いながらシーズン入ったりするんですけど、ね、はい、でもそれはもう覚悟の上でやらないと、やっぱ相手も作戦練ってくるんで、はい、データ取って配球練ってくるんで、そこに上回ろうと思ったら自分も進化しなきゃいけないんで、覚悟を持ってやるのが大事かなと思います。多分いろんな打ち方を試したりとかで、はい、引き出しが多いじゃないですか。僕素人なんですけど、向いてる人多いんじゃないかなっていうのが感覚的にいいと思います。ミノルマもそうですし、ゲームも結構いろんな打ち方試したりとか、はい、みんなしてるんで、そこにあった打ち方を最適なのを教えてもらえるかと思うので、はい、ぜひ皆さんチェックしてみてください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。さすがですね。いやいや
で僕ねもっとね本当は別に聞きたいことがあったんですよ、はい、そのいろんなステージというか、はい、カテゴリーでキャプテンで副キャプテンされてきてるじゃないですか、はい、なかなかいなくないですか、そんないろんなカテゴリーで。中には数少なくはいることは言いますけど、キャプテンを、まあ、僕やったっていうよりはさせてもらったっていうような認識ではいるので、はい、こうチームをまとめるだったり、はい、引っ張っていくだったりとかっていうところもまたぜひ次回お聞きできたらなと思ってますんで、はい、またぜひアメージング TV の方にも出演してもらえたらなと思います、はい、お願いします。兵庫校の方ですね、はい、11月5、6ですねイベントを、はい、ぜひ、はい、めちゃくちゃ盛り上げてきてください、はい、頑張ります。よろしくお願いします。ありがとうございます。まあ、久松君も多分行くと思います。あ、僕も行くんですね。じゃ一緒に盛り上げましょう。はい、頑張りましょう。お願いします。任せてましたけど僕も行くみたいなので、はい、一緒にお願いします。では今回はこれで以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。